クイズです。まず斉藤さん、はい、そんな回路いつ頃から存在していたと思いますか？使い捨てはね、はい、私が小学校の頃ですよ、出てた。でもね、それより前にね、うんうん、あの金属製のはね、500年前とか。500年前ぐらい。1700年ぐらい。そう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 。あ、違うか。あ、2500年前からあるはず。ああ、結構前からあるんじゃないか。正解はこちら。江戸時代。もっと前だ、斉藤さん。もっと前ですか。そうなんですよ。あの江戸時代にですね、石を温めて懐に入れていたという温石と呼ばれるものがカイロのルーツだということで、かなり遡りますよね。その頃から温めるアイテムというのが重宝されていたということがわかるかと思います。昔はもっと寒かったからね。そうですよね、うん、はい、欠かせないアイテムだったんじゃないかなと思います。では続いて日野さんに注目です。はい、まあ、カイロのルーツは江戸時代ということでしたが、使い捨てカイロ、このルーツは何でしょうかということで、今度は選択問題です。ルーツか、今度は。はい、はい、アメリカ兵が持っていた水筒のような保温具、いやいや、日本兵が持っていた石のような保温具、熱々の焼き芋、焼き芋、 ABC どれでしょう。まあ、焼き芋も食べたらなくなりますから、使い捨てということで。あのさっき、ね、そもそものルーツがこう石ってあったので、はい、うんうんうん、B じゃないですか。うん、おいい線じゃない。ですよ、ね、いい線、うん、正解はこちら。ということなんですよ。正解はアメリカ兵が使っていた水筒のような保温具なんです。ではこのルーツ見てみましょう。使い捨てカイロの原型は1950年から53年まで遡ります。朝鮮戦争で寒い朝鮮半島で戦うアメリカ兵は、鉄を急速に酸化させると熱を発するということが分かっていたため、水筒のような容器に鉄の粉と食塩を入れて発熱させる保温具を、まあ、カイロとして利用していたということだそうです。でそれを日本人が工夫して現在の使い捨てカイロを作り出したと言われているんですね。でそして1978年になりますと、袋から取り出して振るだけで温かくなるカイロが商品化されたと。斉藤さん、小学生の時、小学校3年生の時、うん、小学校3年生でこれで商品化されて、その10年後です。さらに88年になると春タイプが登場しまして、それをきっかけに一気に消費が拡大したということなんです。まあ、このようなルーツをたどっていったということなんですが、あのそんな歴史があるカイロですけれども、燃料価格や電気代が高騰する中、まあ、寒い冬を迎えました。改めて再注目されているんです。こちらのホームセンターでは、今年は賢く暖かくというポップを掲示して、買い物客に節電商品の購入を促しています。郡山市のホームセンターで人気となっているのが、節電そして暖かさも感じられる二刀流の商品です。今年は燃料高騰、電気代高騰なども影響もあり、節電対策のエコ関連の商品が非常に人気をいただいております。中でも注目を集めているのが、昔ながらの暖房グッズ。カイロも去年よりおよそ3割売り上げが伸びているということです。この取材の最中も、衣類と靴下用の春カイロを買いに来ました。これからね、雪降ると思うので、うん、降る前にちょっと冷え性なので買いに来ました。節電で再注目されるカイロ、この後はそのおすすめの使い方なども詳しくお伝えしていきます。あのちょうど今日から国のこう節電要請も始まったじゃないですか。ですからよりこう注目されるかもしれませんね。より需要も、ね、高まってくるんじゃないかなと思います。そんなおすすめの使い方を見ていきたいと思います。まずは春カイロについて、はい、まあ、お二人も使っているかと思いますが、体のどの部分に貼ってます？斉藤さんは？私腰かな。あ、私、お腹の方かもしれない。ちょっと弱いので腰とお腹、はい、まあ、いい線いってるんじゃないかと思います。ということで、うん、おすすめのツボがありますのでご紹介していきます。まずこちら、大椎と呼ばれる場所なんですね。首の後ろにあるツボです。大椎は体のぬくもりを作り出すところとされているので、ここを温めることで体全体を温めることができるということです。まあ、その他にもですね、風邪予防や悪寒、頭痛などの症状を、まあ、ここに貼ることで和らげる効果も期待できると。本当はでもそこ貼りたいけど、ここ貼って通勤とかできないよそうですね、まあ、シャツの下とかね、肌着の上とかね、いいかもしれないですねでは2つ目のツボ、こちらになります。
心血というこれはおへその位置にある場所です。おへそを温めると冷えによって起きた下痢や消化不良が改善される上、リラックス効果も期待できるということなんです。いいんだ。実はですね、日野さんにこの部分に貼ってもらっていました。そうなんですよ。どうです？生々しいな。あの今日すっごくこうリラックスした気分で今いるんですね。カイロのパワーかもしれない。あ、確かになんか口調も柔らかい感じが。眠くなっちゃったりして。眠くなっちゃう。リラックス効果が期待できるということです。緊張などねほぐす効果もあるということです。いいかもしれません。いいね。では最後のツボこちらになります。丹田という場所で、今度はですねおへその下5から9センチほどのところにある場所です。まあ、ここが弱まると免疫力の低下にもつながるということですので、しっかり温めることが大切になってくるんじゃないかなと思います。まあ、疲れている時などはね、まあ、お腹ですとか大腿の部分とかこうダブルで貼ってみるのもいいんじゃないかなと、はい、思いますね。では続いてそんな使い捨てカイロを長持ちさせる方法を見ていきたいと思います。実はですねある工夫をするだけで長時間使うことができるんです。用意するものはこちら、チャック付きの保存袋なんですね。こちらにですね使い捨てカイロを入れるだけなんです。あの使い捨てカイロ、こちらよくですね揉んだり振ったりして使うという方多いと思いますが、はい、まあ、現在売られているものはもう空気に触れさせるだけで発熱すると。そうなの？はあ、いうことですね。もういつもこうやって振ってた。私も振ってました。こうやったりこうやったり必要以上にする方法必要はないということなんです。はい、空気に触れることで発熱する仕組みになっていますので、まあ、こうして発熱させた後にこうした保存袋に入れましてしっかりと空気を抜きます。そしてチャックを閉じます。こうするだけなんですね。はい、発熱させた後にこうした保存袋に入れることで発熱をストップさせることができるということですので、まあ、長いと20時間以上も持つ、はい、ですので、まあ、1日2日ね持つこともできるんじゃないかなと。それはびっくりですね。はい、ですので、まあ、節電もね気にしている方多いと思いますので、こちらぜひ参考にしてみてください。はい、いいですよね。さらにこうして長時間持たせることもいいですし、はい、使い終わった後も便利な方法があるんです。こちら消臭剤にもなるということなんですね。あの使い捨てカイロは食布でできた袋の中に活性炭や鉄粉などが入っています。このカイロに含まれる活性炭が消臭効果期待できるということなんですね。これも簡単です。使い切った後に靴の中に入れるだけでカイロの中の活性炭が靴の内側の臭い成分を吸着してくれるということなので、消臭剤の代わりに使うことができると。ただですね、こう一般的に消臭剤として売られている商品よりも炭の量が少ないですので、持続時間は短いということなので、まあ何回も繰り返し交換することが大切になってくるんじゃないかなと思います。まあ、どうせ、ね、捨ててしまうなら、うん、せっかくなら靴に入れておくだけでいいですもんね。そう、 そう、 そう、はい、そうなんですよ。 SDGs だね。はい、そうですね。経済的にも嬉しいんじゃないかなと思います。はい、でここまでカイロについていろいろ見てきましたが、最後にこんな温かいグッズはいかがでしょうかということで、こちらお二人の目の前に用意しているものなんですが、温活グッズです。可愛らしいハート型になっていますが、小豆の力お腹用というもの。これ斉藤さん、ハートの部分をですね、ぜひお腹のおじさんのお腹にハート斉藤さんのお腹に、かわいい、いいですね、ぷよぷよ、はい、あったかい、すごいあったかい、はい、そうなんですか。こちらあの電子レンジでチンして温めて、あの1年ぐらい使うことができますので。小豆入ってんの？はい、そうなんですよ。あ、小豆の匂いする、ね、香りもいいですよね。あ、びっくり、はい。まあ心も体も温まります。経済的にも嬉しいんじゃないかなと思います。はい、こうしたアイテム活用して一緒に、ね、寒い冬乗り切っていきましょう。はい。